かーかー、隣町に鬼が出たと、カラスから知らせを受けて、私とカナオはすぐに鬼のもとへ。あと一歩のところまで追い詰めましたが、夜明けを恐れた鬼に逃げられてしまいました。しかもその時、血鬼術をかけられてしまい。透明人間とは困ったわね。私たちはお互いの姿がちゃんと見えるけど、他の人からは全く見えてないみたい。目の前にいるのに隠しの人に全然気づいてもらえないからおかしいと思った。隠しの人、きっとまだ私たちのこと探してるよね。声をかけても気づいてもらえないし、触ることもできないから仕方ないわよ。屋敷に戻ってカナエ姉さんに気づいてもらって、カラスを飛ばしてもらいましょう。無事に蝶屋敷に戻ったって伝えることができたら、隠しの人も帰れるもんね。ええ、でも透明になっちゃってるから無事って言っていいのかわからないけど。忍もカナオも遅いわね。大丈夫かしら。あら、扉の音がしたわ。きっと二人が帰ってきたのね。疲れているだろうから、二人にもお茶を入れてあげましょう。カナエ姉さん、気づいてくれるかな。きっと大丈夫よ。あら、姉さん、どこに行っちゃったのかしら。カナエ姉さんの湯飲みにお茶が入ってる。まだ温かいからすぐ戻ってくるかな。よし、今日も美味しいお茶が入ったわ。早く二人に飲ませてあげたいのに、全然部屋に入ってこないわね。姉さん、私たちにお茶を入れに行ってくれてたのね。やっぱり私たちの姿は見えてないんだね。カナエ姉さん、私たちはここだよ。お願い、気づいて。さっき確かに扉が開く音がしたのに、おかしいわね。やっぱり声も聞こえないみたいね。どうしたら気づいてもらえるんだろう。せめて触れられたらいいんだけど。ねえカナオ、さっき人には触れられなかったけど、物はどうなのかしら。試してみる価値ありそうじゃない。確かに。じゃあカナエ姉さんが入れてくれたお茶を触ってみよう。あ、触れた。あら、今湯飲みが動いた。気のせいかしら。姉さんが気づいたわよ。この調子で私たちの存在をアピールしましょう。でも急に部屋のものが動き出したら、姉さん怖がったりしないかな。姉さんなら大丈夫よ。カナオ、今まで姉さんが動揺しているところ見たことある？一度もない。でしょ。それじゃあ遠慮なく。あらー、やっぱり動いたわね。すごいわー。どうなってるのかしら。感心してる場合じゃないわよ、姉さん。まあ、今度は湯飲みが浮いたわ。急にどうしたのかしら。びっくりだわ。全然びっくりしてるように見えないよ、姉さん。姉さんに気づいてもらうって、もしかしたらすごく難しいことなのかもしれないわね。忍び姉さん諦めないで。あ、そうだ。私紙とペンを持ってくるから、姉さんにメッセージを書こう。それはいい考えね。さすがの姉さんも、それなら気づくと思うわ。急に部屋のものが動くなんて、不思議ね。もしかしたら忍が何か新しいお薬でも作ったのかしら。もう、姉さんってば、どうしてそんなに落ち着いていられるのよ。普通、急に物が動いたら、もう少しびっくりするでしょ。忍び姉さん、持ってきたよ。ありがとう、カナオ。早速メッセージを書きましょう。あら、今度は、紙とペンが出てきたわ。何かしら。カナエ姉さん、私たち、血鬼術で透明になっちゃったの、と。あら、この字は、カナオの字？ってことは、二人とも、そこにいるの？すごい。カナエ姉さんすぐに気づいてくれた。さすがね、カナオ。この調子で、姉さんと会話しましょう。姿は見えないけど、無事ってことを、
カラスを使って隠しの人に伝えてほしいのと。あらあら、そういうことだったのね。わかったわ、私のカラスを飛ばしておくわね。ありがとうと。それにしても透明人間になっちゃうなんて大変ね。最近はいろんな血気術があるのね。私も気をつけないと。二人の姿が見えないのは寂しいけど、まあすぐ元に戻るわよね。姉さん、相変わらずのんきなんだから。でもそこがかなえ姉さんらしくて少し落ち着くな。それもそうね。こんにちは、しのぶさんに診察してもらいに来ました。あの声は炭治郎だ。そういえば今日炭治郎くんの怪我の様子を見る約束をしていたんだったわ。あら炭治郎くん、こんにちは。せっかく来てくれたところ悪いんだけど、実は今日しのぶは診察できないのよ。え、しのぶさんに何かあったんですか？しのぶとカナオが血気術で透明人間になっちゃったの。え、透明人間？そうなのよ。触れられないし声も聞こえないの。でも筆談はできるし、二人は物には触れるみたいよ。本当だ、確かにしのぶさんとカナオの匂いがしますね。でもほんのかすかにしか香らないから二人がどこにいるかわからないや。カナオ、炭治郎くんにも私たちの居場所をアピールしましょう。うん、炭治郎びっくりするかな。すみません、薬をいただきたいのだが、胡蝶はいるだろうか？あら、富岡さんまで、なんてタイミングなの？あ、ギュウさん、こんにちは。炭治郎もいたのか。お前も胡蝶の薬をもらいに来たのか？いえ、俺は診察の予定だったんですが、実は今それどころじゃなくて。何かあったのか？しのぶとカナオが血気術で透明人間になっちゃったの。透明人間？富岡さん、炭治郎くんと全く同じ反応してるわね。いきなりそんなこと言われたらそうなっちゃうよね。近くにいるとは思うんですけど、俺の鼻でも正確な位置はわからなくて。カナエさん、二人元に戻るのでしょうか？わからないけど、あの二人ならきっと大丈夫よ。そのうち元に戻るわ。お菓子でも食べて待ちましょう。二人とも、私たちはここにいますよと。何？ペンが勝手に動いたぞ。私はお菓子を持ち上げてみよう。うっ、お菓子が勝手に動いたぞ。カナオなのか？カナオならお菓子を振って合図をしてくれないか？うわ、本当にカナオなんだな。驚いてる炭治郎、かわいい。胡蝶もいるのか？いるならもう一度何か書いてくれないか？それじゃあ富岡さんの似顔絵でも書いてみようかしら。なんだこの絵は。富岡さんの慌てた様子、なんだか面白いわね。おい、お邪魔するぞ。声をかけたが返事がねえから勝手に入ってきちまった。あら、品津川くん、こんにちは。かなえさん、こんにちは。と、なんでかまどと富岡がいるんだよ。っていうかなんだ、歌詞が宙に浮いてペンが勝手に動いてるのは俺の気のせいか？あのね、しのぶとかなおが血気術で透明人間になっちゃったの。ね、透明人間？このやりとりもう3回目よ。みんな同じ反応になっちゃうんだね。そりゃびっくりするよね。ええ、今ね、透明になった二人と交流していたところなの。いや、のんきに交流してる場合じゃないだろう。まったく、カナエさんは相変わらずのんびりしてやがる。そうかしら。でもまあ、そんなところも可愛いんだけどよ。まあ、品津川くんったら。せっかくだから品津川さんにもサプライズしましょう。姉さん、何するつもり？
かなえ姉さんの寝顔の写真を見せてあげようかと。いつの間にそんなものを？とっておきの一枚よ。いきなり目の前に写真が。って、なんだこれ。やべえ、かなえさんの寝顔、かわいすぎるだろうが。なんだ、品津川、俺にも見せてくれ。俺も見たいです。てめえらこっち来んじゃねえ。し、し、品津川さんたら顔真っ赤になってるわ。大成功。おいこら、この写真持ってきたの校長だろう。こいつらに見られる前に元の場所に戻してこい。姉さん、風柱様がああ言ってるけどいいの？面白いからもう少しこのままにしておきましょうか。こら校長、聞いてんだろ、早くこの写真片付けろ。そんなに隠されると余計見たくなる。カナオ、あれは何の写真なんだ？近くにいるなら教えてくれ。カナエ姉さんの寝顔だよと。おい、ペンで書いてんのは誰だよ、つゆりか。何バラしてんだ、筆談やめろ。あらあら、なんだかずいぶん賑やかね。カナオ、せっかく透明人間になって皆さんが集まったので、もう少しいたずらしましょうかと。忍姉さんはその後も風柱様や水柱様や炭治郎にいたずらして、忍姉さんのド S の一面が出てしまっていました。その後、皆さんが鬼を倒しに行ってくださり、私たちは元に戻りました。姿が見えないっていたずらのしがいがありますね。富岡さんたちの驚いた顔も見れて大満足です。皆さんは透明人間になったら何がしたいですか？よかったらコメントで教えてくれると嬉しいです。